スリムワーク着圧ソックスの新提案、美脚のためにテレワーク中でもレギパンだからお出かけだって、お休みの時でも段階圧力設計でいつでも着圧どこでもスリム 24H マルチスキニー、いつも一緒ね。お疲れ様でした。待て待て、誰もらうと。いつも一緒なんだよ。あ、これはやりすぎだ。そうですね。これはちょっとクールな。はい。ありがとうございます。はい、はい。クロー、OK です。お願いします。はい。本日の撮影以上になります。昨年この商品に 24H マルチスキニーに出会って、その魅力を知って、今年も引き続きそのイメージキャラクターになれてすごく嬉しいのと、今回またこう違ったコーディネートで CM でも着ているので、なんか今年度はそうやっていろんなコーディネートを皆さんにお伝えできたらいいなと思ってます。結構どんな服装にもどんなシーンにも合うので難しいんですけど、私はジムの行き帰りとかお散歩に行く時とかに履いて、上はちょっとこうダボっとしたトップスを着て、スニーカーを合わせて、なんかちょっとゆるかわいいみたいな感じで合わせるのが好きです。もう本当に朝起きた瞬間から寝るまでもうずっとかわいいんですよ。今朝はちなみにいつも朝猫が起こしてくれるんですけど、目覚ましが鳴る前にちょんちょんってほっぺたとかおでことかを肉球でポンポンってしてきて起こしてくるんですけど、私がこうなかなか早くには起きれなくて、でごめん起きれないやって目閉じると、目閉じた瞬間ポンってしてきたりとかして、もう可愛すぎて。で朝ごはん食べてる時は絶対に膝に乗ってきたりとかして、本当にもう仕事に頑張っていくぞって気合を入れないと、可愛すぎてなかなか家から出られないくらい可愛いです。私すごい不安症なのでなんかこうなるべくその場をこう楽しもうっていう心がけはいつもしてます。楽しいのにこれ大丈夫かなとか結構心配事を考えちゃう癖があるので、もうこの今の瞬間は人生の中で今しかないっていうふうに思うようにして楽しむようにしてます。まあこれは冬に限らず年中なんですけれども、冷えないように気をつけてます。なるべくこう内からも外からも温めるようにして、なんかこう巡りを良くすることは気をつけてますね。その時によって結構自分の中でブームがあって、あったかい飲み物をとにかくたくさん飲むとか、こう外からこう温めるようにするとかっていう風にはしてますね。あとはそれこそ本当にこの商品 24H マルチスキニーを履いて、なんかこうキュッて気が引き締まる感じがするので、歩きに行ったりとか体を動かして温めたりとかしてます。
今回の CM は前回とはまた違って、あの前編お家の中で撮影をしました。なんだかこうスリムちゃんも今回は登場しているので、ほっと安心できるような CM になっているんじゃないかなと思います。そして24Hマルチスキニーの魅力も、皆さんにさらに伝わったら嬉しいなと思います。